始めるとするか。少しはマシになったようだな。本格的にしごいてやるとするか。後ろだ！うわっ！そんなに早いの、見えこないよ。見るのではない、感じるんだ。そんなことを簡単に言うけどさ、難しいよ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟しておけ。そんな死んじゃうよ僕。だったら強くなれ、この俺より。そして6ヶ月後にやってくるサイヤ人よりも。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。お父さん言ってたよ。生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないで、さっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕事じゃないぞ。はい。くそったれ。いよいよ本番ってわけだ。せいぜい楽しませてくれよ。これでとどめだ。バグリキマン。これでとどめだ。爆撃魔。こっちだ。
待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。カカロットかどうかは知らんが、戦闘力5000ほどのやつがやってくるようだな。ナッパ、二人を殺せ。三匹揃って手を組まれると厄介なことになりそうだ。ピッコロさん、逃げて。お父さんが来るまでなんとか僕が食い止めるよ。くだらねえこと言いやがって。貴様だけで食い止められるわけないだろう。食い止めるだと？この俺を笑わせやがって、このガキが。いかん。何？ガキ、これまでだ。死ねえ。ピッコロさん、ニッケルのご飯。ご飯？俺とまともに喋ってくれたのはお前だけだった。ピッコロさん、お願い、死なないで。死ぬなよ。ご飯。さて、行くか。なんという力だ。これがどうかというやつなのか。待たせたな。奴がフリーザか。なるほど、確かに
とんでもなさそうな化け物だ。これまでのナメック星人とはどこかが違う。だが所詮この俺の相手ではないがな。弾き飛ばした。貴様らに殺されたナメック星人の怒りを思い知れ。こっちだ。光栄に思うがいい。この変身まで見せるのは貴様が初めてだ。よく見ておけ。お待たせしましたね。さあ第2回戦といきましょうか。終わりだ。くたばれ。ちょっと痛いですよ。さっきの勢いはどうしたんだ。とうとうパワーを使い果たしてしまったのか。もう我慢できない。僕も行くよ。待て、悟空のやつ何かするつもりだ。元気玉だ。元気玉だと。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。とうとうバレちまったらしいぜ。お前たちはここにいろ。何があっても絶対来るんじゃないぞ。消えろ。さっさと元気玉とやらを完成させちまえ。すまねえ。まだうろうろしていやがったのか、あのナメック星人め。フリーザの野郎、もうすっかり頭に来てやがるぜ。撃て、もう撃ちまえ。ダメだ、もう少し、もう少し。どいつもこいつもこそこそと動き回りやがって、鬱陶しいハエどもが。あいつら残り少ねえきて無理しやがって。よし、できたぞ。
やる！しまった！こんなもの！こんなもの！こんな！さて、行くか。貴様らが人造人間か。やっと面が拝めたぜ。お前も気がついたか、ご飯。はい。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのに、あのざまはなんだ？いや、あんなもんじゃない。スーパーサイヤ人になった悟空の力は、もっととてつもないはずだ。これでは仲間を呼べまい。ではエネルギーをいただくぞ。ごはん、来てくれ。すぐだ、人造人間が。エネルギーは残りわずかだぞ。このまま死んでしまえ。何？なぜだ。あいつに見つかるわけは。俺にやらせろ、ベジータ。絶対に手を出すな。手を出すな。いいぞ、もう一度奴のエネルギーを吸い取れ、ベジータに。何をごちゃごちゃと言っている。調子に乗るなよ。
シャッハッゴシャッハッ読んでいるぞ。消えろ、終わりだ。消えろ。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。隠れおったか。調子に乗るなよ。終わりだ。さあ来るがいい。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。貴様の正体は何だ。話すんだ。詳しくな。その必要はない。お前はすぐに私の食事になるからだ。どっちが先に目を上げるかな。全力で戦う。それだけだ。マヌケめ、俺が上手だ。くたばれ魔空包囲弾。まだまだこれからだぞ。行くぞ。こっちだ。はっ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 。マヌケめ、激烈光弾。貴様に吸収される前にぜひ聞かせてくれ。貴様は何者なのだ。私の名はセロ。ドクターゲロが使っていたコンピューターから生み出された人造人間だ。またドクターゲロか。
私が完全体になるには人間どもの生体 X の吸収だけでは足りないのだ。ある2つの重要な特殊生命体を合体させる必要がある。特殊生命体だと一体それは何だというんだ。ドクター・ゲロの作り出した人造人間17号と18号だ。コンピューターはこうも言っていたぞ。完全体になれば想像を絶するような恐ろしい力を手中にできると。なるほど、すまなかったな。おかげで謎が全て解けた。お前話をさせるために完全体とやらにさせるわけにはいかんぞ。さあ、来るなら来いよ。何？くらえ！な！貴様には、もう逃げ道がなくなったぞ。残念、惜しかったな。まだまだこれからだ。今度は本気でやらせてもらうぜ。くれ！ふざけるのもいい加減にしろ。記念すべき日がやってきたのだ。この私が17号18号と合体し完全体になる日が。貴様の相手はこの俺だ。これからだぞ。逃げろ17号。じゃあ魔漢光殺法。
あれがご飯か。さて、行くか。ふっけっけいよいよ本番ってわけだ。せいぜい楽しませてくれ。終わりだ。くたばれ。ガゴーか全員一瞬で片付けてやる。この俺を侮るな。終わりだ。調子に乗るなよ。消えろ。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。無調しやがって。終わりだ。くたばれ。どうした。
待たせたな。覚悟はいいか、魔漢光殺法。なんとかなったみたいだな。勝った。やっほー、やったー。ピッコロ、おめえのおかげだ。腕上げたな。今回ばかりはお前たちがいてよかったぜ。この俺が引き返すことになるとは。あいつまだ動けたのか。まさか逃げられるなんて。放っておけ。また来たら倒せばいいだけだ。次は必ず息の根を止めてやるがな。あのピッコロさん、ありがとうございました。その、分かっているだろうが、俺の修行は厳しいぞ。死にそうになっても文句を言うなよ。はい。さて、行くか。待たせたな。やつがフリーザか。なるほど、確かにとんでもなさそうな化け物だ。これまでのナメック星人とはどこかが違う。だが所詮この俺の相手ではないがな。弾き飛ばした。貴様らに殺されて、ナメック星人の怒りを思い知れ。終わりだ。光栄に思うがいい。この変身まで見せるのは貴様が初めてだ。これを舐めるなよ。よく見ておけ。お待たせしましたね。さあ、第2回戦といきましょうか。終わりだ。くたばれ。本気でやろう。すぐにわかるぜ。こっちこっち。終わりだ。くたばれ。ここまでやるとは私の想像以上ですよ。
地獄以上の恐怖を見せてあげましょう。とんでもないパワーだが、粘れるだけ粘ってやる。こっちだよ、こっちだよ。バン、バン、調子に乗るなよ。この僕にダメージを与えるのか、思っていたよりやるじゃないか。照れてやるよ。今の俺では足止めが精一杯だ。悟空はまだか。すぐに分かるぞ。ナメック星人の割にはよくやってるとは思う。でも、もう飽きた。お遊びはここまでにしよう。あの孫の木は今までとは段違いだった。ち、俺がもっと戦えていれば。さて行くか。お前も気がついたか、ご飯。ん？あ、はい。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまは何だ。これ以上は見てられん。ピッコロさん、ピッコロ下がれ、孫。こいつは俺が相手をする。お前に我々が倒せると思っているのか。俺も貴様らと戦うために修行をした。行かせてもらおう。こっちだ。どうした、消えろ。マリナ、こっちだ。こっちだ。終わりだ。終わりだ。
本気でやろう。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。貴様らガラクタ人形を倒すのはこの俺の役だ。ベジータ。20号に逃げられたか。おい孫、調子はどうだ。まだ心臓病は発病していないようだが。ああ、でも調子は良くねえな。せめて薬ぐらいは持ち歩くようにしたらどうだ。今はとりあえず体を休めておけ。俺が悟空の家に薬を取りに行くから。そうだな、無天老師様のところが安全だろう。そこで待っててくれ。悪いなヤムちゃん、みんなに迷惑かけちまって。では俺たちで20号を追いかけるぞ。ドクターゲロの言いなりになるのも尺だが、俺たち人造人間もとりあえず目標が欲しいからな。私がやる、来なよ。言っておくが俺は手加減はせんぞ。相手は強敵だ。俺が出る。俺は地球人やナメック星人やカカロットと手を組んで戦うぐらいなら、一人だけ戦って死んだ方がマシなんだ。素晴らしいコメントだ。俺も出れば2対2でちょうどいいだろ。ただ見てるだけじゃつまらないと思っていたところだ。ちっ、厄介な。私はあんたの相手をしようかな。油断はできんな。終わりだ。へっしゃっはっやめろ。終わりだよ。やるじゃないか。こいつら全く疲れた様子を見せない。調子に乗るなよ。落ち着くならないよ。落ちだ。消えろ。終わりだ。行くわよ。おまけだよ。こっちだ。ほらよ。逃がさないよ。本気でやろう。すぐに分かる。はっしゃっはっしゃっはっしゃっ引っかかったね。はっシェイクス。こいつらの体力はそれなしか。しゃっ、僕も戦わせてください。
修行のおかげか、ご飯の成長が目覚ましい。今の俺とご飯の力があれば、あるいは。体調はどんどん悪くなる一方だな。ああ、まだ病気になってねえから、薬も飲めねえし、今のオラじゃ戦っても足手まといになりそうだ。でも今のままじゃ誰もあいつらには勝てねえ。勝てるほど強くなるためには修行するしかねえんだ。ピッコロ、オラの代わりに精神と時の部屋でご飯に修行つけてやってくれねえか。おめえならきっとご飯のパワーをさらに引き出せるはずだ。僕にそんなパワーがあるのかな。ご飯、おめえも本当は分かってるはずだ。自分が修行で随分と強くなっていたこと。精神と時の部屋とは考えたな。わかった、引き受けよう。だが強くなるのはご飯だけじゃない。俺自身も鍛えて奴らに対抗できるようになるつもりだ。ピッコロさんも。わかりました、僕頑張ります。つけたぞ。17号18号。そろそろ吸収させてもらおうか。やるか。吸収してさらに強くなりやがった。ご飯、俺たちでなんとか時間を稼ぐぞ。はい、わかりました。ご飯、くそ、死ぬのは貴様だ。くい。行くぞ。こっちだ。シャッシャッシャッ。私のパワーを味わう。俺が浮気だ。おお、予想以上にやるじゃないか。これは一旦引いて気を伺うべきか。クソ、俺たちだけじゃいつまで持つか。この気を。Thank you.
わっ、体も重いし、暑くて息苦しい。こんなところで1年も。食料も水も揃っている。これは確かに修行に打ち込めそうな環境だ。ここで修行ってどんなことするんですか？悟空はお前をまずはスーパーサイヤ人にしろと、そしてそれをさらに超える修行をつけてやってくれと言われている。それに加え、俺からはお前がまだ不足している部分を重点的に鍛えてやろうと思っている。僕に足りないもの？お前の潜在能力は父親の悟空よりも高い。だがそれを引き出すには戦いの経験が必要だ。俺はお前を殺すつもりで本気でぶつかっていく。それに耐え、お前も全力で来い。全力の戦いを？わかりました。お前が戦いが好きではないことは知っている。だが地球が滅んでは元も子もない。気合を入れていくぞ。本気で来なければ大怪我するよ。行きます。こっちだ。敵にぶつかっていった時を思い出せ。あのパワーを自分で引き出すんだ。みんなを助けようとした時を。こっちだ。こっちだ。俺が上手だ。くたばれ！魔空包囲だ！まだまだこれからだぞ。もう降参です。筋は悪くなかった。今の感覚を忘れるなよ。さあ、誰が戦いに来るんだ？孫悟空かベジータか？完全体になったセル。戦わなくても分かるほどの強さだ。だが、俺に行かせてくれ。修行の成果を見せてやる。え？ピッコロさんが？どうして？あいつにもなんか歓迎があるんだろう。みんな、いいな。できる限りのことはやってやる。セルを倒してやるくらいはな。ピッコロか。予想外だったが、以前会った時よりも様子が違うな。面白そうだ。ああ、こっちもお前を倒すために全力で修行をしてきたんだ。
行かせてもらうぞ。どの程度戦えるのか試してやろう。逃がせん。やはり強い。だが俺が上手だ。全力で戦う。それだけだ。はっ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 。以前より強くはなっているが、この私を倒せるとは思えんな。俺が上手だ。くたばれ！幕包囲弾！余裕そうにしやがって。さて、そろそろ本気を出させてもらおうか。どうしたピッコロ、もう降参か？このままじゃピッコロさんが。やめろ！なんだその巨大な木は。面白い。次の相手は貴様にするとしよう。させるか！邪魔だ！死ね！やめろ！うわあ！おのれ！ご飯！何をしている？とどめだ！すぐにとどめを刺せ！もうとどめを？まだ早いよ、お父さん。あんなやつはもっと苦しめてやんなきゃ。お、落ち着け！俺はもう大丈夫だ。でも、ピッコロさん、こいつは悪いやつなんだ。そのままただ殺すだけじゃつまらない。ゴハン、修行を思い出せ。なんでお前が今ここで戦っているのか。家族や仲間を、地球を守るために戦っているんだろう。すみません、ピッコロさん。セル、もう力の差はよく分かっただろう。これ以上戦っても無駄だ。降参してくれないか。
どうした、先ほどの生意気な態度は。思った以上だ、セルのパワーアップが。今度は私が貴様をなぶり殺す番かな。させるか。また貴様か、わざわざやられに来るとは哀れだな。なんと言われようが俺にも意地がある。ご飯、俺が時間を稼ぐ、その間に立て直せ。はい。こいつは耐えきれるか。時間を稼ぐ。残念だが手を抜くつもりはないぞ。こいつは耐えきれるかな。私もスピードには自信がある。ディア、こいつは耐えきれるかな。行くぞ、こっちだ。なんだこの攻撃は。貴様も限界じゃないのか。そんなこと俺が一番分かっている。だがピッコロさんが、ダメだ。落ちた。ハクラ。シャッタ。ハ。ザコが。うわ。遅いよ。タ。ブリック。シャッタ。シャッタ。ヤギ。ジャンゴ。ヤガ。ハ。うわ。うわ。ジャガ。こいつは耐えきれるかな。うわ。ダメだ。ブリル、マリナ、よ、おそい、よ、落ちた、ダック、ハ、もういい。こうなれば、地球ごと貴様らに消えてもらう。好きができたか。今なら魔漢光殺法が通じるかもしれない。黙れ、魔空包囲弾。まだまだこれからだぞ。行くぞ。こっちだ。おるから。こいつは耐えきれる。ダメだ。おるか。遅い。俺が上手だ。ふたばれ、魔空包囲弾。まだまだこれからだぞ。くそ、これ以上は俺では。ダメだ。ご飯の木と対等だが、せめてセルの木を。くたばれ。今だ。
げー、そんな、バカな。終わったか。大丈夫か、ご飯。はい、なんとか。でも、お父さんが、僕がセルに対して甘かったから。いや、きっとソンが戦っても同じような結末になっていただろう。しかし、お前ら親子はそっくりだな。相手を殺さず見逃そうとするその甘さも優しさも、その甘さがなければこうして俺は今いないわけだが。ピッコロさん。ご飯。だから自分を責めなくていい。お前の優しさは間違っていない。そのままでいいんだ。僕、お父さんやピッコロさんみたいにもっと強くなりたいです。ああ、強くなろう。さて、行くか。さあ、来るなら来いよ。何？くらえ！な！貴様にはもう逃げ道がなくなったぞ。残念、惜しかったな。まだまだこれからだ。今度は本気でやらせてもらうぜ。ふざけるのもいい加減にしろ。そら！来たのだ。この私が17号18号と合体し完全体になる日が。貴様の相手はこの俺だ。俺が上手だ。くたばれ！魔空包囲弾！まだまだこれからだぞ。バカな！この私が！これで邪魔者は消えたな。さあ、勝負を再開しよう。いいだろう。決着をつけてだ。俺が上手だ。くたばれ！魔空包囲弾！まだまだこれからだぞ。
俺の勝ちだ。17号17号をここまで追い込むなんてやるじゃないか、あんた。覚えておけ。孫悟空を殺そうとするならこの俺が立ちはだかるということをな。ち、今日は妙な邪魔が入ったからな。孫悟空を殺すのはまた今度にするか。行くぞ、16号、18号。ピッコロさん、すごいや。たった一人で人造人間たちを追い返しちゃうなんて。ひとまず助かったぜ。今のオラじゃあいつらにも苦戦しただろうかな。まだ安心はできんがな。あいつらはまたお前を探して現れるだろう。だからお前も修行を怠るなよ、ご飯。はい。セルの脅威、そして一時的ではあるが人造人間たちを打ち倒すことができたピッコロだが、次なる強敵に備えてご飯たちと修行を続けるのだった。